あの本物初めて見たゆりかはさ、だって結構な質感なのね。そうそうそう、それ別にさ、大したことないよ、その髪の毛とかじゃないよ。でも結構やっぱリアルのが面白い本物のが面白い。みんなさ、これ絶対被りたいっていう一回。へぇ、え、前髪は前髪全部入れた、私でも似合う。やばいなマジでやばいやつじゃん、これ。似合うんですけど。似合う、似合うんですけど。ちょっと乗せやから写真撮っていい、うん、めちゃくちゃ乗せたいんですけど超可愛いんだけど。親しい友達で3人ぐらい一緒にやばい、それやばくない、え、可愛くない、可愛いんですけどいい子バリだったね。涙流れたどうしよう、同じ人だすごいな。でもゆりか良かった、これ何まさか今日のために持ってきた。そうそう、なんか使えるかなと思ってハッピーバースデーで出てきてくれて、うわ、仕込んだよかったマジミスったってこれ持ってきたもんマジしくったと思った、こんにちはーって言ってくればよかったと思う。ちなみにね、あれメガネしたじゃん、うん、確認したからじゃあ何だから聞いた、あ、何もしない、オッケーオッケーそっか、それがあったんか。いや、もしこうやって携帯構えてたらどこ行こうかな。なるほどね、うん、なるほど、構えてなかったからほんと半数すごい、100均、これ100均、うん、悪くないぐらい。これ何のために買ったの、これね、これ何のために買ったの、それとセットとは思えないエネゴリ君でしょあれだって思うマイクいらないもんね。あ、そう、なんか一時期なんかモコモコのやつ持ってなかったっけ、大学の時。え？ビッグウォーマーかなんかさ。はん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 。ビジネゴリラみたいな。あ、なんかえ？やっルミンのやつ？え、確かにリエかな。リエ、あ、なんかあったね。リエかな、ルミリンかな。ネックウォーマーって。ネックウォーマー、黒のね、モコモコのネックウォーマーをここからこうつけて、うん、ビジネゴリラみたいな写真じゃなかった気がする。マジ？私も昔の写真がさ残ってないんだよね。そうなんや。もう最近さデータフォルダの整理をずっとしとって、うん、そこに今映しとったんだけど、だからたまに見てさ見たい、難しいね、見たい、超見たい、ね、今度用意して OK、 載せていいやつだったら全部載せてこうみんなで共有してだから大学の時に撮った写真を再現した今。めっちゃいい、いいよね、めっちゃいい。よくあるじゃん、家族写真をさ、うん、20年後にやりましたみたいな、はい、外国人のあるある、約10年後に再現。あ、めっちゃいい、いいよね、超いい ね、 ね、うちの写真結構あるよね、きっと。めっちゃ、めちゃくちゃある、ファンでもめちゃくちゃある、いいじゃん、天才。いや、やっぱ天才に話すと違う企画が天才です認められました、さすがすぎる。なんかやっぱちっちゃいもんだけど、爆発的なものいいよ。あの子はすごいね、爆弾抱えてるもんね。撮ってるのね。ほんまにさ、栄光ちゃんタイプだね。ほんとさ、ね、え、もうさ、なんか私って結構身長タイプやからさ、うん、なんかもう本当に身長に進むせいでさ、うん、あんまおもろいこと起きへんの一人と思ったもん。なんかまあ、そうね。ちゃんと把握してるしね。そう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 、うん、って感じないけど、うん、ちっちゃんとおると、うん、あの子魔石だよ。絶対事件起こってた、ね、引き寄せるもん、そうね、なんかちっちゃくその、それこそ私の地元の駅で登って、うん、なんか隣の席の人が後から来て、うん、ですっごい席狭かったんや。で、2人でなんか結構ワインとか頼んでて、うんうん、で、こっちに人がおるね、うん、で、これ倒したらどうしようってちょっと思った、うん、ちっちゃんが向こうの席のほうが近いし、うん、向こうの席の人に倒したらどうしよう、まあないかと思って喋っとった瞬間に、うんうん、パーンパーンって伸ばしてペンって中にパーンって出てたんだけど、ええみたいな、えって言われて、男4人組やって、うん、すいません、ほんとすいませんみたいな、うんうん、ほんとごめんなさいって私も言って、うん、すいませんって言って、うん、でまあ、エッセですよみたいな、うん、本人はえって感じだったけど、周りが乗り越えて、うん、まあ、エッセです、もう気にせずみたいな、うんうん、で一旦そのことが終わったと思った瞬間、ちっちゃんまあまあでかい声で、うん、それ言うかは、いや、あの子も芸人
なんだ、英子ちゃんとまた違うもんね。ちょっと違うけど、でも英子ちゃん気質ないよな。ちょっとね、まあ、持ってはいる。あの食堂でさ、なんか植木倒れてきたよね。なんだっけ、植木鉢、めちゃくちゃでかい植木鉢が食堂で倒れるんやけど、たまたま優香が座っとった優香のとこに倒れる。持ってなんです。え、杉山の食堂。うちらが多分遠いとこ誘って、ゆうかはなんか別のコーラで誘って、なんでなんて、360度あるの、なんでなん。やっぱ引き寄せちゃうんだよね。本当になあれ、私やったら私のとこ頼んでくるね、そういうところだね、持っとるよね。なんでやっぱでしょ。いや、ありえないな。言うな。言うよね。言うな。この杉山のこの懐かしい話大好きなの。わかる。わかる。歌ってくれると思う。でもゆりかやっぱり一番覚えてる。ゆりかとりえはマジで覚えてる。そうかも。人一番おもろいと思って見とるからね、一人こそ。そうだね。私も大体忘れてるから。でもやっぱ今だけ思い出すのは、あの授業中にやっぱここでラップのやったのやっぱ忘れられないね。そうか、ラップがいて。次の授業、次の週の授業行ったら別の授業でその席で受けた子がラップの返事書いてる。めちゃくちゃ楽しかったね。今週また遊んだその返事をラップで書く。でもさ、席決まっとってあんな逆線高い子その見せるのすごい。でも狙ってんだろうね。さすがやね。書いてんなったもんですよ。逆線高かったらすぎるもの。だいぶ授業やったら覚えないもんね。そうだね、養成所行かなくても養成所やったもんね。安倍淳の授業とかね。あの紙にどんだけ思いを込めて書くか。ヘンゼルとグレイヘル。しかもちゃんと紹介されとるしね。マジで10年前ぐらいじゃん、ほんとに。怖っ。20歳ぐらいやろ。でしょ、うちら30の年やから。30なったしね。なったか、うん、何も変わらへん。ほんと、うん、え、逆に気持ち楽になった？関係ない。あ、関係ないね。あ、ほんと、うん、なんか新卒の子がさ、うん、10年前小学校でつつなんか共学してさ、それそうか、7個も違うか、そうか、そういえばじゃん。うわ、すごくない？10年前は小学生ってやばくない？やばい、おっとなーみたいな。怖っ。ちなみに私がその一緒に動画撮ってるジムの子22歳だから若っ。え、じゃあ一緒じゃん。7個したいから同じ教育だね。そうなんだから、初めて持った携帯ってさ、ガラケーやん、うん、ミルコムとかの通じるやろ、うん、その子初めて持った携帯 5C なん。何それ。あれ 5C 5S と 5C やん。ああ、うんうん、うちらが大学生の時にさ、へえ、なんかカラーのやつ出た。あったあったあった、あれ、え、 5C が初なの。え、最近やん。本当だよね。そう、すごいな。ミルコムの話気にしなくてびっくりしたの。でもあれ一瞬だったもんね。まあね、割とね、うん、MD とミルコムは一瞬だったね。MD ね、 MD 12曲ぐらい入れて、うん、シールに買い取ったもん。そうそうそう、1とか中学校で、ね、懐かしい。だいたい HY と大使いだったね。あとオレンジレンジ。オレンジレンジね。オレンジレンジね。だいたいそう。あ、すみません、いいでしょ。あ、です。もうこれにします。あ、美味しかったこれ。めっちゃ美味しかった、ね、なんか甘いの飲んだ後にちょうどいいね、うん、そう、黄色の中ね、緑は。あ、ほんと緑なんやろ、ライムとかかな、多分。いや、最高だな。なんか夏休みみたい、このセミの音といいね、うん、最高やわ。スイカ割りして、そしたい家の中でよ。